はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回、お届けしていくのはですね、パワープルアプリから、変化球で、コンピュータに最も有効な球種は何かというのを防御率で検証していきたいと思います。検証の方法はですね、変化球1球のみ変化量をマックスにした選手をサクセスで、作成して、その選手で、スタジアムでプレーをして防御率がどれくらいになるかというのを検証していきます。変化球はですね、スライダー、カーブ、フォークにシンカー、シュートに超スローボールを加えた合計の6種類でまずは検証をしていきたいと思います。で、具体的な設定なんですけども、スタジアムで、今季の規定投球回数の143回を2年分、合計286回ですね、超えた時点で、防御率を確認して、ランキング形式でお届けするという形にしていきたいと思います。で、強さはですね、コンピューターのですね、強さは左上の B で、あとコンピューターの強さがの揺らぎを最小限にするために自分のチームのスタメンメンバーは常に固定で、プレーをしています。それでは早速第6位から発表していきたいと思います。第6位は超スローボール、防御率は 5.64 でした。超スローボールは自分が操作して打つときにはちょっと打ちづらいなっていう印象があったんですが、コンピューター相手にはですね、残念ながら第6位ということで防御率は5点台でした。続いて第5位、フォーク、防御率は超スローボールと同じく 5.32 という結果です。落ちる系のボールなので、ミートが広くても下への変化量にはね、ミート量っていうのは小さいんですが、それでも第5位で、防御率は 5.32 という結果がフォークでした。続いて第4位はシンカー、防御率は 4.46、左投手の場合はね、スクリューに該当するシンカーなんですが、ここから防御率は4点台になっています。防御率 4.46 で第4位はシンカーでした。そして、第3位の発表、第3位はシュート、防御率はここから3点台で防御率 3.95 になっています。変化量がですね、自分の曲がり方としては逆側に曲がっていくボールになっているので、変化量がね、多いとミートが追いつかないのかなというところで、防御率 3.95 の第3位がシュートでした。そして第2位がスライダー、防御率は 3.62。 このスライダーはですね、特に変化量を最大にした時っていう時した時の曲がり具合がすごく大きくてですね、非常に打ちづらいボールだったのかなというところで、防御率が 3.62 になっています。自分で操作した時はね、比較的打ちやすいボールなのでちょっと意外でした。そして第1位がカーブ、防御率が 3.34 という結果です。カーブも自分が操作した時はね、比較的打ちやすいぞっていう方多くいらっしゃると思うんですが、コンピューター相手にした場合には防御率が最も良かったのがカーブ、3.34 という結果になりました。はい、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。第1位から第6位まで、それぞれね、カーブ、スライダー、シュート、シンカー、フォーク、超スローボールという結果になったんですが、待て待てと、これだけじゃないでしょ変化球という声、当然あると思います。現在ですね、その他の変化球についてもサクセスで選手はすでに作成済みになっていますので、今まさに絶賛検証中ということで、こうご期待いただければと思います。で、ちょっとね、冒頭お伝えし忘れてしまったんですが、ストレートのスピード140キロで、コントロールは、D、 スタミナは A というのが全ての選手で作っている選手になっています。というわけで、今後のね、変化量、全変化球の検証結果、ぜひぜひお楽しみにお待ちいただければと思います。今回はここまで。